武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、佐賀大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、理工学部は、時間90分で大問が4題、医学部、医学科は、物理とミックスで大問4つで、90分という形に、なっております。で、医学部、医学科は、物理、化学が、2題ずつですね、出題されており、物理に関しては、まあ、理工学部と同じ問題、でその中の2題という形だったのですが、化学に関しては完全に別の問題が、出題される形式となっています。で、問題の特徴としては、まあ、国立らしい、形式というか、まあ、あの計算、論述、またグラフを書くような問題も、出てくると。で、医学部、医学科に関しては年度によっては論述が出なかったりというのもあるんですが、ただ基本的には出やすいです。というのも出てくる範囲がですね、化学変異項や構造決定などの範囲が、割と出やすい、傾向には、なっておりますので、どうしてもその、まあ、実験の読み取り、実験考察っていう部分と、あとはそれに伴う論述だったり、まあ、計算だったりっていう部分が、かなり多いという形ですね。ただ問題そのものの難易度は、まあ、あの理工も医学部に関してもそうなんですが、割と標準的な問題が、中心にはなりますので、武田のルートでいうマーチレベル、まあ、ただ記述の、やらなきゃいけないということを考えると、国公立標準問題集、キャンパス、こちらをしっかりやり込んでおく。で、医学部、医学科に関しては、まあ、あのちゃんと、確実に解ける問題ない、解けない問題がないようにしておきたいということであれば、例えば重要問題集などを、まあ、追加で、特に有機なんかの範囲や化学変更の範囲はやっておく、なども、しておいた方がいいかなと思います。まあ、なくても、勝負できなくはない、むしろ合格点ちゃんと取れるとは思うんですが、ただそのどうしても周りがかなり、まあ、実力ありますので、その辺までやってきますので、それを踏まえると、まあ、あの取りこぼしがないという上で年のためにそちらをやっておいた方がいいでしょう。時間なかったら、まあ、キャンパスのやり込みをやっておけば十分かとは思います。以上が、科学の勉強となります。